おい、阪神大山、もし FA するんやったら巨人に来て一緒に日本一目指さんかってな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕小山翔平がジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、今年中、2024年中ですね、チャンネル登録者数5万人500人違うよ5万人をね、目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日もやっていこうかなというふうに思ってるんですが、今日はですね、少し FA 戦線というところでお話していきたいと思います。はい、まあ永遠のライバル阪神タイガース4番のですね、大山選手が、まあ、FA 権を行使するんじゃないかというふうなところが今言われてますんで、それについてちょっとね、巨人側からの目線でお話していきたいと思います。はい、まあ今冒頭でも言いましたようにね、まあ、結論、大山と次は巨人に来ないかと、うん、巨人もね、まあこの動画の後半で言いますけども、結構問題を抱えててですね、今やはり、メジャーへ流出したりとか、うん、いろいろこうね、主力選手の高齢化であったりとか、まあいろんな問題が今ありますと。ただもし大山選手が巨人に来てくれるのであれば、その問題大体片付くんちゃうかなって僕思ってるんですね。まあそういったところで今日ねちょっとお話していきますと。じゃあ今日お話しする内容をまずね先にお伝えしていきたいと思います。まず一つ目ですね、じゃあまず一体大山選手どれぐらいの成績残してんの、ほんまに巨人に来ても活躍してくれんのというふうに気になってる方いらっしゃると思うんで、まず一つ目は大山選手の成績見ていきたいと思います。で、二つ目ですね、まあ、大山選手がもし移籍した場合、FA 権を行使した場合、まあ、どうなるのか、まあ、A ランク、B ランク、C ランク、まあ、いろいろね、ありますから、それをね、改めてちょっとおさらいというか、どうなっていくのっていうところを見ていきたいと思います。で、最後にですね、まあ、僕、冒頭で巨人に必要だよというふうなことを言いましたけども、なぜ必要なのか、なぜ大山選手が、まあ、巨人に来るべきなのかというところを最後ね、お伝えしていきたいと思います。この3本でね、今日ちょっとやらさせてください。はい、じゃあまず1つ目の大山選手の成績について、ちょっとお話していきたいと思うんですが、まあもう言わずもがな、まあ大山選手、まあ阪神の主砲ですよと。うん。で、プロ8年目、2016年ドラフト1位でございますと。お、素晴らしいですね。ドラフト1位っていうのはやっぱりすごいですね。本当にすごいです。僕もそうなりたかった。そういう人生になりたかった。まあそんなことはどうでもいいんですけども。はい、今年2億8000万円もらっておりますと。まあ普通の感覚からすると、すごいもらってんなっていうふうに思うかもしれないですが、プロ野球での2億8000万はですね、そこまで高くないんですね。実はね。実はそんな高くないんですよ。巨人からしたらですね、そこまで高い年俸ではないんですよね。はい、で大山選手、昨年優勝しましたけども、阪神タイガース優勝しましたけども、昨年ですね、非常にブレイクした選手でございます。はい、昨年初めてかな、一塁にずっと固定されまして、まあ、最高出塁率というところも獲得しておりまして、まあ、今季ね、まあ、今季もですけども、まあ、4番というところ、まあ、多少ね打順前後ありましたけども、まあ、阪神の主力選手というところは間違いないというところですね。で、今年の成績というところを見ていきたいんですけども、まあ、今年はですね、あまり、実際、良くはなかったですね。去年と比べるとあまり良くなかったというのもですね、やはりちょっと怪我の影響というのがね、ありまして、まあ、そういうふうに言われてましてね、まあ、3月、4月、5月、6月あたりまでですね、なかなか成績上がってこなかったんですね。まあ、ちょっと成績、発表しますと、まあ、3月、4月、まあ、2割2分9厘、OPS606。5月、1割8分2厘、OPS539。6月、2割5分7厘、OPS726。
というふうに、ちょっと怪我の影響でね、あまりこういい成績は出せなかったんですね。だから序盤ね、まあ、よく岡田監督 ぼやいてましたけども、あのなかなか4番が打たんなみたいなことね、ずっと、まあ、僕は巨人ファンですし、まあ、巨人を主に見てるんですが、まあ、岡田監督のインタビューも面白かったりするんでよく見てたんですけども、まあ、そういう感じでね、前半戦よく言われてましたと。まあ、前半戦というか、まあ、阪神がずっとね前半戦打てなかったっていうのも、まあ、大きく関係してるんじゃないかなと思うんですね。ただやはりそこは大山選手、まあ、怪我が治ってからというかね、不安がなくなってからは非常にいい成績を出しておりまして、まあ、7月8月9月というところで、まあ、すごく調子を上げてきたというところですね。まあ、7月3割 OPS 917、うん、で8月2割7分8厘 OPS 813で、9月でもですね3割9厘OPS744 というところで、まあ、非常に、7月以降ですね、非常にいい打撃ができてたというところありました。はい、でですね、まあ、成績見ていきましたけども、まあ、こんな感じとなっております。まあ、大山選手はですね、まあ、サードとファーストどちらも守れるという強みありますと、うん、で、まあ、非常に守備でもですね、うまい僕はプレイヤーだと思ってますんで、そういったところもまあジャイアンツに必要なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でその中で2つ目の移籍をした場合、まあ、どうなってくるの、まあ、A ランク B ランク C ランクいろいろありますけども、どうなるのというところを見ていきたいと思います。はい、先に結論を言うと、大山選手は A ランクの選手になるので、まあ、人的保障がなければ年俸の 0.8 倍、人的保障があれば、まあ、A ランク、巨人の A ランク、B ランクの選手、プラス年俸の 0.5 倍というふうなことになっています。まあ、年俸先ほど言ったように2億8000万という、まあ、まあ、高額な年俸ではあるので、そういったところで人的保障がありの場合であれば、1.4 億円と、まあ、プラス選手1人。で、なしの場合であれば 2.24 億円。というふうになっております。まあ、まあ、いずれにしてもですね、まあ、リスクは伴わないといけないと、まあ、金銭的な負担もね、まあ、仕方ない、大きいですし、まあ、これだけの選手ですから大きいですし、まあ、人的保障があったとしてもですね、まあ、それなりの額をお支払いしなければいけないというところがあるので、まあ、そこはね、仕方のないことかなというふうに思っております。で、最後ですね、なぜ巨人に必要か、巨人に本当に必要なのかと、生え抜きだけでいけるんちゃうかなというふうに思っている巨人ファンの方に向けて、なぜ大山選手が巨人に必要なのかというところを最後お話しして、終わろうと思います。はい、現在、ジャイアンツは優勝してですね、非常に、まあ、いい年だったっていうのはもちろんそうなんですけども、主力選手の年齢であったりとか、菅野選手がメジャー行ったりとか、まあ、岡本選手も、まあ、数年後以内には行くでしょうというふうに言われてますと、まあ、そういったことを踏まえて考えると、非常に、手法というところですね、補強していかなければいけない、うん、生え抜きで育てていくのか、それとも外から呼んでくるのか、このまあ二択になるわけですけども、まあ、なかなかね、本来言えば自分のところで育てるっていうのはベストだと思うんですけども、なかなかそれも難しいというところもありますと。でそういった意味で、まあ、巨人には必要なんじゃないかなと思います。で細かいところを見ていくと、まあ、サードであれば坂本選手が、まあ、年齢がね、高齢化してきた、で今年も、まあ、2軍落ちを経験したりとかいろいろありました。でファースト、まあ、岡本選手とか守ってますけども、岡本選手も先ほど言ったようにメジャーに行く可能性が高いですよと。で大城選手に関しても FA 権を持ってますので、まあ、残るとは言われてますけども、まあ、実際本人の、ね、気持ち次第なんでどうなるか分かりません、キャッチャーで今年出場が少なかったので、キャッチャーとしての出場機会を求めて他の球団に行く可能性も十二分に考えうるというところを考えると、結構サードファーストというところがね、結構危ないなっていう感じはしてるんですね。まあ、サードであればモンテスが残ってくれれば来季サードという可能性もあるかなと思いますし、まあ、育成にも今ティマというね、すごく素晴らしい選手がいるので、まあ、そういったところで、まあ、サードはなんとかなるかなというところはあるんですが、じゃあファーストどうするのというところの問題もありますから、そういったところで今、このタイミングで FA を行使したこの大山選手を取ることができれば、非常に
まあ批判はあるかもしれないですけども、非常に巨人としては大きいんじゃないかというふうに僕は今思っておりますと。はい、そうやって言われるともしかしたら大山反対派の人も、いやー冷静に考えたらそうかなって思うと思いますと。うん。で、外野であったりとかしたら、まあね、秋広選手であったりとか、まあ若い選手もね、ちょくちょく出てきてる、浅野選手もそうですし、出てきてるっていうところがあるので、まあ、まだ不安なところはありますけども、まあ、今回のドラフトであったりとかっていうところに、まあ、専念してですね、僕は間違いなく、大山選手、取りに行った方がいいと思いますし、まあ、実際、阪神という素晴らしい球団で、まあ、これだけ活躍をされて人気球団でね、プレッシャーもありましたと、あると思いますと。で、その中でメディアであったりとかっていろんなところでね、叩かれたりとかいろいろあります、あると思いますけども、それをね、乗り切って、プロ8年やってるわけですから、素晴らしい選手に間違いないと思うので、僕は絶対巨人は取りに行かなければいけない。取りに行くべき、絶対に、だと思ってます。はい、まあ他球団でもね、サードファーストというところを固定できてない球団はありますから、間違いなく争奪戦になると思うんですけども、まあ巨人はね、全力で向かっていくべきだと思いますし、まあ非常にその大山選手の打撃スタイルというかね、なんかその一人よがりにならないみたいなところ、まあ選球眼も含めて、まあそういうフォアザチームというか、チームのために僕が何をしないといけないかみたいなところをね、考えて、プレーできる選手かなというふうに、巨人ファン、の目線で見るとそういうふうに思いますんで、そういったところの、振る舞い方も含めてね、非常に巨人に合ってるんじゃないかなというふうに思うので、僕は、ぜひね、大山選手に巨人に来ていただいて、まあ、阪神でも優勝、巨人でも優勝というね、未だかつていないんじゃないかなと思うんですが、そういう選手を目指してね、ぜひ巨人に来てもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は大山選手の FA 権行使について、お話してきました。まあ、実際まだ行使をするというふうに言ったわけではないですし、まあ、どうなるか分かりませんが、まあ、熟考するというふうに、ね、言ってるので、まあ、ここから時間かけて、ね、いろいろこう見直したりとか、いろいろこう自分の人生についたりとか、ね、野球について考えられると思いますが、まあ、そう熟考するっていうふうに言ってる時点で、まあ、まだ迷ってるというところではあると思うので、まあ、他球団の意見が聞きたいとかね、いろいろあると思いますので、そういった意味でも、ジャイアンツはね、思い切って、挑戦というか、絶対こう、取りに行かなければいけないんじゃないかなというふうに、僕の考えでは思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。